かりんちゃん、ああため息しかとしてたけど呼ばれた。なにちゃいちゃん、あん聞いてくれる？実はちゃいね、お金魚すくいたいなって思ってるの。ああ、お背中のお洋服だいぶ生えてきたな。かりんちゃん聞いてる？ああ聞いてるよ。チャイ、お金魚すくしたい。カリに任せて。スタッフさん、金魚すくい。いろんな猫がいるけれど、カリちゃんは普通の日本猫。外国の猫になりたいけど、なれるはずもない。やっぱそうだよね。だけどスタッフさんに聞いてみよう。どんな無理なお願いでも、スタッフさんの器用さで何でも叶えてくれる。おう、今まででは感じたことのないアルファファファを感じたよ。アセンシン、アセンシン、アセンシン、アセンシン。ああ、これは何か大体分かってきたんだ。これは爆発物で逃げろ。よし、動きはすべて読んだ。おちゃい、行きまーす。よし、先にご飯にしよう。腹が減ってはなんとやらとも言うしね。よし、動きはすべて見切った。おパンチをお見舞いするよ。メロン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 チャイちゃんがお金魚すくいやりたいって言うから、スタッフさん準備してくれたんだよ。なんかイメージと違った。もうやだ。あ、チャ
回ベビーカステラと間違ってた。金魚すくいとベビーカステラ間違ってたな。デーペロ。いろんな猫がいるけれど、カニちゃんは普通の日本猫。外国の猫になりたいけど、なれるはずもない。やっぱそうだよね。